竹下タイガーですが、早速ですけども、私、競馬を始めて2年、まだまだ初心者でございます。わからない用語とかいっぱいありますね。そんな私でも毎週末、馬券を買って競馬を楽しめております。そんな動画を YouTube にアップしていたところ、僕も競馬を始めたいよなんていう声がありましたので、今回は一緒に競馬を始めようということで、初心者の私から超初心者のあなた、これから馬券を買うよ、もう競馬の毛の字もわからないよというあなたが、最初に馬券を買ってレースを楽しめるようになるまでを手引きさせていただきたいという、そういう動画になっております。それでは、行ってみましょう。はい、というわけでこちらにスマホの画面を共有させていただいております。まずですね、 JRA で検索をかけていただくと、 JRA 日本中央競馬会というページがあるかと思いますので、こちらをタップして飛んでください。するとこういったページに移りますね。で、今回あくまでスマートフォンで全てを完結させるというところでやりますので、スマートフォンサイトはこちらをタップしてください。するとスマホサイズの画面になりましたね。ちょっと下に下ろしてもらうと、即パッと新規登録というものがあるんですが、スマホで馬券を買うためにはこちらに申し込みをする必要がございます。じゃあちょっとタップしてみましょう。はい、まあ、こういった画面が出てきますね。ここで注意がございます。即パッドに申し込みができるのは、まあ、馬券が買えるタイミングのみ。もうちょっとわかりやすく言うと、土日は間違いなく申し込みができます。それ以外の平日は金曜日の夜とかだったらば申し込みできるかもしれないですけども、土日は問題なく申し込みができます。なのでタイミングは、注意をしてください。この撮影をしているのが土曜日です。で、まあ登録が OK なので、ここ OK 押してみましょう。で、まあここにね、即パッドはとかいろいろ手引き分かりやすく書いてありますので、まあ見ていただければ分かるんですけども、はい、こういったようにですね、馬券を買うためにはお金が必要ですから、どこかの銀行から馬券を買うためのお金を一旦中央競馬会に入れるというような形になります。注意点としては、口座は競馬専用の口座作った方がいいと思います。で、これはなんでかっていうとですね、自分がどれだけ勝っていて、自分がどれだけ負けているかというのを把握するためには、ちゃんとそれ専用の口座を作って、自分が遊べるお金ないだけでやるっていうのは、これ大切なことだと思います。まあ、口座解説もそんなに今難しくないですね。こちらもネットで解説できますし、長く競馬を楽しむために自分がどれぐらい使ってるのか、そこはこう理解できるような口座を一つ用意した方がいいと思います。はい。で、私は実際楽天を解説しました。まあ、ここをポチッと押していただくとですね。はい。まあ、こんな感じでね、注意事項を読みまして、同意しますよと。で、そうすると、あなたの口座を確認しますよっていうページに移ります。まあ、なんで、ここはね、自分が持ってる銀行口座をこちらに、登録しましてという流れになります。はい。で、まあ実際に私はもう持っているので、ちょっと実際登録はしないんですけども、ステップとしては上に書いてあるですね、4ステップ。口座確認、口座振り替え契約、加入者登録、申し込み完了という流れ。ここはね、そんな難しくなかったと思います。特に審査とかもないので、もうその日には多分使えるようになりますかね。なので、JRA がここの銀行だったら使えるよという銀行口座を登録をして、こちらのページに進んで、必要事項を入力をして、申し込みが完了となります。で、繰り返しますけども、その時の注意点としては、馬券が買える時間帯、まあ土日だったら間違いない、そこのタイミングでの申し込みを開始するというところを忘れずに。登録が完了するとですね、自分の登録したメールアドレス宛てに、加入者番号、暗証番号、P-ARS 番号というものが届きます。で、そちらをメールで確認した上で、もう一度 JRA のホームページに移ってください。で、そこでですね、即パッドログイン。ここをタップします。はい。すると、自分のメールアドレスに来てた3種類の暗証番号をここに登録してログインをするという流れになります。で、私も早速ログインしてみます。はい。というわけで、こちらが購入の画面になるんですね。で、まず、お金を入れないと競馬は遊べません。ですので、登録をした銀行からお金を入れます。で、その場合に、この入出金メニューですね。こちらをタップします。で、入金指示をタップします。まあ、仮に5000円としときましょうか。はい。で、5000円と入金をして確認と。
私の場合楽天銀行ですので、楽天から5000円を入金しますよ。ということで、こちらに、まあ、暗証番号を入れるわけですね。で、実行ボタン。これで、入金が完了となりました。はい。というわけで、元の画面に戻ると、購入限度額5000円というふうになってますね。これ、場合によってはですね、入金確定後なのに、購入限度額が0円ってなっちゃってる場合あるんですけども、その場合は、こちらの右側のですね、情報の更新というところをタップしてもらえれば、最新の情報になって、5000円の入金が確認できるというような形になります。ここまで行けば、いくらでも馬券が買えるという状態になります。はい。今回はここの入金までということになります。で、次回が競馬ってどういうようなルールなのとかですね、本当に競馬の触りの部分をご説明させていただく動画。で、その次の動画で実際ですね、馬券を購入していきたいなというふうに思いますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。はい、では今回の動画は以上になります。参考になったよという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。はい、どうもありがとうございました。